中とかね、完全にもうオール通勤でおるけど、月曜日から朝の4時起きやからさ、どうやって生活サイクルを戻すか。昔はさ、自由空間があって、このあの小物っていうか妖怪っていうインターの、はいはい、最悪あそこでちょっと寝てっていうプランを立ち取ったんやけど、あそこなくなっちゃったからさ、休める場所がねえんだよね。この前もクソ眠くて、結局あのビッグの駐車場でちょっと髪取らせてもらったもん。あそこで弁当を買うから許してと思って2時間ばかりしとった。カップメニューだね。ああカップ、ここで何をやってたの？ゲーム作ってるんじゃねえの？あ、今開発してるのかな。開発っていうかさ、生産工場なんじゃない？そういう、開発とかやっぱ東京でやるでしょ、大阪とか。で、要はあのラボみたいなのとって、ゲームソフトバッカンバッカン作っとるんじゃろ、これ。でも今時ゲームソフトってなんだっけ、ダウンロード、そういう開発のあるかな。でも今でもソフト版も売ってるのは売ってるでしょ、ね、って思ってた。ほんと CD 買わなくなった ね。でも CD 買わなくなるとさ、よくないのかさ、歌詞カード見れないんだよね。え、見る？言うほど歌詞見る？俺歌詞見る人なのよ。まあ、一応ポエマーやん。学生時代ポエム書いてたらいいね。一応ポエムで全国大会も出た人間やからな。裏口やけど。あれ、人の話したことなかったっけ？あんまり聞かんねえ、いや、高校時代にさ、全国大会行ったんやけど、地方大会がまずあるわけさ。で、その地方大会が、うちが高2の時に、三重県でやることになった。で、普段は東海ブロック大会と近畿ブロック大会でやっとったんやけど、三重県でやるんやったらもう東海近畿まとめてやろうってなって、東海近畿ブロック大会っていうでっかい大会にしちゃったの、で、それの話が、教育委員会から回ってきて、で、いわゆる文芸部の常連組って呼ばれとった通東高校と松坂高校と四日市南と、あと誰だったっけな、鳥羽校か、鳥羽校とかあなたのメンツで集まって、生徒実行委員会を結成することになりますと。おうほうほう、生徒実行委員を作ると。まあ、ただ文芸部の数がね知れとるから、よし、とりあえずここで集まったので全部いいんやと、よしってなって、で、委員長を決めないといけませんってなって、あ、ちょっと面倒くさそうやなと思ったんやけど、そういう時にかけてさ、まあ文芸部やん、まあ言っちゃあれやけど女子ばっかしないよ、野郎はもう一人おったかなぐらいで、あとみんな女子で、で、その時集まっとったらもう全員女子、俺が、そしたらさ、岩田君、ここでやってくれたらかっこいいと思うなとかとか、男らしいところ見せてほしいなとか、マジで、ええー、何やって言っとったんやけど、まあ正直メンバーの中ちょっと可愛い子もって、まさかの子がめっちゃ可愛い子ってやってんけど、やってくれたら嬉しいなとかって言われて、やっちゃおうかなってそうなるね、やっぱね、言われたらね、そうか、これピシッと委員長やるぜって言ったらかっこいいって、じゃあ受けちゃおうか、わかりやすい生徒実行委員長になって、あれ、ほんと楽しかったっていうか大変やったけど、何がしんどかったかっていうと、めちゃくちゃ忙しかったのよ。怪しい橋出てきた、大丈夫ってことあってる、怖いっしょこの橋、夜に来るとほんと怖い。当時部活は部活で副部長やってたのに、
部活の副部長をやってで生徒会やってたのよ、うん、夏やばかったもん、うん、あのブッキングが重なって、うん、会議の予定とかがバーッと重なって、うん、ごめんちょっとその日俺3時から通に行かなあかんねんけどって1時までなんとかこっちで会議やるからとかって言って、あでこれどっちだったっけな、なんか変な方に曲がらなかったよ確かこっちだったと思うけどな、左が正解です。よしすごいねこの分岐は怖いな、なんもなかったっしょ書いてあるのが、うんうん、確かだよなと思って左に出しといてもらおう。まあ、今のところ言うてって感じの道が続いとるやん、こっからですからね、はい、まあ、ちょっとそういうのこっからのところ行くまでにそのエピソードの話をすると、うん、まあやることがいっぱいあってね、うんうん、あれ意外とこれ生徒実行委員でやること多いね、うんうん、そういうこと相談あのゲストで登壇いただく人の手配とか、うん、作家さんの手配とかあの辺りもあって、その時あのメリーゴーランドの、うん、あの仁太郎さんとか、あ仁太郎さんとかな、あの松田さんとか、あの有名な人るやん、うん、あのヒゲノスパン、はい、あの人もキャラ濃いでな、あの人はマジでキャラ濃い、 い圧倒されるもんな一緒におると、うん、で松田さんとかとあのに手伝ってもらって手配しとったんやけど、で実行委員やりながらで生徒会は生徒会でいろいろと仕事あるしさ、うん、忙しいってなって、で生徒会も途中から上期から3人になったもんで、普段6人で回してるのが当たり前とまらなくて3人になったもんで、くっそ忙しくて、うん、もう2時間延々反抗して、ああどん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 とか、うん、あよくなんか、うん、あの漫画とかドラマで見るポン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 してやすいろいろやっとって、本当だからその時初めてスケジュール帳を買ったのよ、うん、当時のスケジュール帳逆さまに残ってるんじゃないかな、は俺も言うて捨てられない人やから、あれそのスケジュール帳にはその作家さんに結構サインもらったりしたのも挟まっとるから、うん、あるはず。でだから本当毎日予定入っとったもんね、もうアホみたいに通に行って、で会場があの県の文化センター、うん、あるやん、ちょっと離れたところやん、うん、あそこやったからさ、うん、あそこで事前打ち合わせ、まあ予約取りとかそのあたりはまあ、ね、県の教育委員会絡んでるから存在できるけど、あ電車乗って歩いてますか、ね、あそこの現地視察の時は先生にも動いてもらった、あ向こうの方の通東の先生に乗せてもらってとか、うん、副院長が通東の人とかになってくれたもんで、半回会場の打ち合わせとかそういうのとかもう結構やらなあかんなって、名ばかりじゃねかったんだこれってで数々の、ね、あの実験をやらかしたけど、だってあれだよ一番失敗したのはそれで、ブロック大会をやるにあたって、まあ、そこで色なしの作品の発表もあるんやけど、まあ、文芸部やからどっちかというと公演がメインになっとって、はいはい、で、まあ、あの予算がその、実行委員のところから、まあ、要は、文化庁か、あれ文科省かな、文科省の公演がついとるから、まあ、予算がついてこれぐらいの予算で、あのその公演者用でこういう風に運営してくださいねみたいな、で会場とかはもうあのここを使う予定でお願いしますよみたいなんで、まあ一応それでそっちのこの手配をしたらもうはいはいはい進むような感じで、で雇ったんやけど、問題はそのゲストの人を呼ぶってなった時に作家さんを呼ぼうってなったんやけど、で副委員長の松島さんって人やったんやけど、
松島さんがあのぜひ灰谷健二郎さん呼びたい、あの昔からのファンやから選べるんやったら灰谷さん呼んでほしいってなって、ただどうやってコネクションするのってわからんやん、うん、さあよじゃあちょっと灰谷さんを呼ぶ方向で行こうかってなった時に、でもどうやって事務所ね、作家さんやから芸能事務所とかでもないし、えどうしたらいいんやろ、途方に暮れとって、うん、でそしたら近所のさ本屋さんメリーゴーランドっていうチャリンコで10分ぐらいのところさの、の人に話しとったら、うん、え灰谷健ちゃん、健ちゃんって言うんだけど、灰谷健ちゃん、健ちゃんって、ああ聞く、その場でパーって携帯電話さピッピッピッって出しちゃって飯食っとったよ、はい、うん、あ、ケンちゃんやん、うん、聞いてみようかってピッピッピッって電話出した、何日って空いてるって言ったら、見え来る、あ、空いてるから行くって、あ、取れたってで、俺はそこで俺入ったり近所しなかったよ、うん、で、うん、でもまあね、その副委員長は相当好きでね、松島さんは言ってるから、おまあ、すごい人なんかなと思ってたんやけど、近所の本屋よ、はい、それもメリコーラーズ1店舗だけでやっとる、近所の、うん、あのね、本屋さんの店長が、電話1本かけたら、うん、来て来るって、そんなすごい人って思わんやん。ましてやこっちではチャリで10分のところの本屋さんや、それがもうね、あの東京にあるすごい有名な本屋さんでとかって言うんやったらさ、うん、まだわかるけど、あれ道外れたのね、うん、大丈夫じゃないかな、あ、大丈夫大丈夫、はいはい、あ、ごめん、外れてる、だよね、こんな広くないはずなんだよ、うん、さっきのとこは左曲がらんといた、あー、そうだ、国道25号がこんなに広かったらおかしいんだよ、曲がらなかな、どこで折り返せるかな、ここは危ないか、いや、まあ一応インターだからね、山沿いインターだから、ここは危ないか、この先になんかガソスタとかあるけど、あのガソスタなんか売ってなかったらしいし、ちょっとぐるっと回らせてもらおうかな、大丈夫です、あの空港の悪いところのカップします、お大丈夫大丈夫大丈夫、ダメなんだね、そうそうそう、曲がるのね、ちゃんと、うん、あの やばい道の鉄則です、はい、そんな広い道をそのままスーッと走っとったら国道だと思っちゃいけない見せていくばっかしでしょ人生、うん、でさっきの話もそこから見せていくですよ、でいざ来てもらうことになりました、ここもうちょい先、もうちょい先、もうちょい先に、あ、ここです、ここです、ここだ、これを、あ、そっか、さっき左だからここ右に曲がらなかった、あ、大丈夫でしょ、はいはい、セキュリカードがつけてなきゃいけないな、あ、ちょっと、またちょっとあの、ぼやけてますけど、あ、今ので多分衝撃入ったんで、ちょっと一回止めようか。